速10万用意できたの。いや別に謝らなくてもいいんだよ。俺は金は用意できたのかって聞いてんだから。信用も担保もねえ客に50万貸すほどお人よしじゃねえんだよ。ドライの家業もバグじゃないっすよね。こんなんで国からお金もらえちゃうんだ。ちゃんと働いたら困るんだよな、そういうの。生活保護打ち切られたらどうすんの。2万円貸してもらえませんかね。ガッツを生かせられるお仕事をご紹介しますから。もう死なしかねえかな。じゃあ100万返して死ねや。人の欲望は底なしだからな。なるほどね。利息さんも払ってくれ。俺のこと見捨てんのか。家族だろ。借りたお金お返ししますんで。クズみたいなキリギリスには貸せるがな、保証のないアリには貸せない。おいおい、障害年金が毎月入ってきます。親孝行の子だね。いいんですか、こんなに落とし末だよ。これ以上首突っ込むと手錠になる。手がない、足がない、目が見えないだったら横切ってほしい。誰か借りるか。いいんですか。ちょっと待って。